斉藤俊重は、室町時代から、戦国時代にかけての武将。斉藤田恵墨、または斉藤俊成の子。通称は、縦脇左衛門の城と称す。斉藤又四郎とは、同一人物とも、英正十八年頃より、斉藤俊吉に代わって、身の国主後、時折武の下で守護代を務める。文養寺文書によればこの年に、文養寺に金星を出している。 大英五年、守護の頼武と対立していた、頼武の弟、頼範を奉じた、長井長弘と、長井新左衛門が反乱を起こし、身の守護者の福密館を占拠し、さらに年重ががる稲葉山次郎を攻め取った。協力三年には頼武が越前国へ逃れたことにより、所流の長井氏が身の実権を握った。その後も頼範方との対立は続き、長井氏の名跡を継いだ。 斉藤道蔵と争うが、天文5年7月、よりのりが、身の濃く守護となると、よりの子、時よりずみを見捨て、六角貞よりの仲介によりよりのり方に寝返り、よりのりので守護代を務める。天文7年、阿願寺文書によれば、姉が寺に、治療安をしている。天文10年までその同性が判明しているが、道蔵がよりのりを追放した際にともに、 追放されて没落したと伝わる。なお、子には、久と熊るがいたと伝わる。ありがとうございます。